プロデビューはスーパーフェザーで果たして、それからライト、スーパーライト、ウェルター、ライトミドル級でベルトを獲得して、世界5階級制覇を達成しました。ちなみに、4階級まで行けたボクサーは16人いますが、5階級でチャンピオンになれた者は、実は5人しかいなくて、それは、オスカルディラ・ホイア、トーマス・ヘーンズ、シュガー・レイ・レナード、マニ・パキアウ、 そしてフロイド・メイウェザー。多分2年後に井上ナオはフェザーに上がってると思うので、そうなると井上は6人目の5階級制覇王者になります。とにかく、5階級制覇はものすごい実績です。だけど、それだけでは史上最強として認められません。メイウェザーが TBE、The Best Ever、つまり史上最強と称賛されている理由は、 24人の世界チャンピオンと元世界チャンピオンを相手に 50&0 無敗の戦績で引退したからです。シンプルに言うと、メイウェザーは世界王者レベルボクサー24人と戦って、一回も負けませんでした。しかも、多くの試合はかなり一方的に勝利しています。これがどれほどの偉業なのかを分かりやすく説明するために、メイウェザーを現在のトップボクサーと比べていきましょう。 パンフーパウン1位のクローフォルドは10人の世界チャンピオンと元世界チャンピオンを倒して 40&0 の戦績を果たしています。パンフーパウン2位の井上直也は9人の世界チャンピオンと元世界チャンピオンを倒して 25&0 です。3位のウセクは世界チャンピオン6人倒して 20&0。つまり世界チャンピオン24人を倒して 50&0 まで行くのはとんでもないことです。 ま、倒した世界王者の数が全てというわけではないけど、僕は高い形用率、何階級を制覇した、4段体統一したのか、無敗なのかなどの実績でボクサーを評価するよりも、たくさんの強いボクサーを倒してきたボクサーが一番強いと考えています。